さ。なあ、三神楽、あの噂って本当なのか？何のこと？またまたとぼけちゃって。やめとけやめとけ、どうせ無駄だからさ。それより本当にそれでいいの？あなたたちだって最初はそりゃそうさ。でも今の学園じゃ無い。そうそう、お前だって女子の中でも浮いてんじゃん。みんな余計なトラブルにも。それでももう私決めたから。あ、もしかして大丈夫、気にしないで。それよりちょっと気晴らしに付き合ってよ。せっかく部室。子供の頃こうやってよく一緒に遊んだよね。周りに同い年ぐらいの子そんなにいなかったし。そうそう、大人なのにあの田舎の人たち手加減とかしないんだもの。バトルしても全然勝てなくってひどいよね。でもそのままあの環境で戦ってきたなら君も相当強くなってるんじゃない？私も負けないんだから。いくよ。キアリ、希望の火は消さない。ミカグラユイ、出撃します。始まったわね。さあ行きましょう。そこよ。このThank you.
習のチャンスね。1年前私たちは今の会長たちに、だから今みたいな学園になっちゃったのは、この前戦った生徒会初期の子、またあの頃のみんなともバトルしたなんて、ちょっと湿っぽくなっちゃってごめん。よかったらまた私の基盤、ああもうこんな時間だ、じゃあ今日はこれで帰りましょう。